では、チルメネ式責任準備金に入る前に、付加保険料と初年度の経費についてご説明したいと思います。このように、営業保険料の内訳というのは、このように一定になっています。純保険料と付加保険料の割合。しかし、契約初年度というのは、一般的には販売手数料等の経費、これは大きくかかります。よって、初年度の付加保険料で賄いきれないことが多いです。よって、初年度のみ付加保険料割合を大きくして、次年度以降一定期間、付加保険料割合を小さくするという方法があります。よって、このようなイメージです。初年度はいろいろと販売手数料とかかるので、ここは純保険料を低くして、その後は純保険料割合を高くして付加保険料を低くすると。このような考え方も出てきます。こうすることで、この付加保険料を原資として、初年度の経費を賄うということを考えるわけです。では、もともと、毎年一定の、純保険料というのをこのようにして、先ほど初年度の純保険料を低く、で、次の年度以降の純保険料を高くというような形を考えましたので、常に一定の純保険料に対して低いものと高いものというのを P1、P2 と、で、この P1 というのを第1保険年度の純保険料。で、第2保険年度から第1保険年度までの純保険料を P2 というふうにします。このようなイメージですね。純保険料について初年度は低く、次年度から H 年度までは高く、で、それ以降は元に戻ると。で、これは純保険料の収入原価は変わらないようにしなくてはいけないので、この H 年度以降ですね、この部分は変わっていないので、この部分の純保険料の原価というのは、従来の純保険料の原価と等しくなくてはならないと。よって、左辺が従来の純保険料の原価。で、右辺がこの P1、P2 を使った純保険料の原価という形になります。そうすると、左辺を展開するとこのような形。よって今、この P2 と P1 の差をアルファというふうにしていますので、この P1 マイナス P2 というのはマイナスアルファと表すことができます。で、先ほどの式から、これから P2 というのはこのように、元々の純保険料プラスチルメル割合アルファを、この生命年金原価率 H というチルメル期間の生命年金原価率で割ったものを加えたものというふうに表すことができます。で、アルファというのは P2 マイナス P1、 よってこれから P1 イコール P2 マイナスアルファ、よって P2 というのはこのように表されましたので、これを代入してあげます。で、これを整理すると、このような形になるわけです。このようにして、P1、P2 を、元の純保険料と、チルメル割合アルファと、あとはチルメル期間 H を使って表すことができました。このアルファをチルメル割合、H をチルメル期間というふうに言います。では、先ほどの P1、P2 を用いた責任準備金。これをチルメル式責任準備金といって、このように右上に HZ と、Z というのはチルメルの Z。で、H は先ほどのチルメル期間。これを表します。で、純保険料式と同じように将来法で求めます。で、ここでは一旦 T というのを1以上と。なので、1以上なのでもう一旦この P1 という保険料はもう払い込み済み。なので、将来の収入原価に P1 は入らないというふうになります。なので、P2 が残りの H までの期間で、それ以降はこの純保険料に戻ると、もともとの、純保険料に戻るという形になります。で、これをバラバラにして、で、先ほどこの P2 というのを元の純保険料やアルファを使って表しました。このような形になったわけです。これが P2 です。
そうすると、ここの P とここの P がそれぞれ消えてくれます。そうすると、整理するとこのような式になるわけです。そうすると、最初の1項目、2項目というのは、これ、準保険料式責任準備金になりますので、このような形で表されるわけです。これが、チルメル式責任準備金の式です。覚え方としては、もともと準保険料式の責任準備金から、アルファがあって、アルファに対して分母が H 年間の年金原価率。分子が X プラス T 歳、H マイナス T 年の年金原価率。これをかけたものというふうに覚えると覚えやすいです。この責任準備金をチルメル式責任準備金というふうに言います。では、チルメル式準保険料、これの分解を考えてみましょう。第5章のセクション6で、危険保険料と貯蓄保険料に分解というのはやりましたが、同様にここでも行います。では、ここは T が2以上のとき。これを置いてあげると、このように、この式というのは、準保険料式責任準備金から、このような年金原価率を引いたものと、アルファに対して年金原価率分母分子に来たものを引いたものというふうに表すことができます。で、ここの責任準備金、準保険料式の責任準備金を、このような形でバラバラにしてあげると。ここで、まずこの部分を一旦奇数で表示して、で、このように、MX のところを分解してあげます。で、次に、ここのところを分母分子に DX プラス T というのを用意してあげます。そうすると、1項目がこのように V の2分の1をかけるこれ。で、次は2項目のこの部分ですね。これが V のPX プラス T マイナス1で、残りの部分が X プラス T 歳の給付原価というふうになります。この部分の生命年金原価率も同様にこのような形で、1プラス V 倍の PX プラス T マイナス1の X プラス T 歳の年金原価率というふうに変えることができます。よって、この、チルメル式責任準備金というのは、先ほどの部分、この給付原価というのはこのような式になって、で、ここの生命年金原価率というのはこのような形。ここも同じですね。ここも同じく X プラス T 歳で表すということです。では、この式と、この式。この式というのは、もともとの T 年度のチルメル式責任準備金に対して、両辺、V×PX プラス T マイナス1というのを全部かけたもの。この両式の差を取ってあげます。そうすると、この部分が消えて、この部分も消えて、この部分も消えると。そうすると、残りの部分というのはこのような形になります。これから、この準保険料、もともとの準保険料というのはこのような式で表されて、このような式で、式変形をすることができます。これは、一旦はこの PX、これを QX に直しています。そうすると、あとは、QX で式をまとめて、あとは QX はない部分というふうにしています。よって、P2 というのは、準保険料を使った、もともとの準保険料を使って表すと、このような式。なので、今このもともとの準保険料をこのようなチルメル式責任準備金を使って表すことができました。それを代入してあげるわけです。代入して、ここまで代入ですね。で、最後、一番最後のこの年金原価率分のアルファというのは来て、そうするとこの最後の2つは消えてしまいます。そうすると、このような式になるわけです。そうすると、この1項目が危険保険料、
2項目が貯蓄保険料というふうにして考えることができて、実はこれは準保険料式責任準備金の時と同じような分解になります。で、次に先ほどの式ですね、これこのような式は途中で出てきたんですが、これに対して t イコール1を代入にしてあげますと、このような式になります。で、ここで0年のチルメル式責任準備金が出てくるんですが、これは一般的にこのようにマイナスアルファというふうにします。ここにマイナスアルファを入れて整理するとこのような式になります。 P1 というのは P2 マイナスアルファという関係がありました。で、このようにして元の準保険料を使って表すことができました。で、あとは元の準保険料のところに先ほどの式を代入してあげるわけです。そうするとここは消えて、ここも消える。よってこのような式になるわけです。よってここは危険保険料、ここは貯蓄保険料、これも同じようにして分解ができるわけです。